ネパールに存在した政党。略称は SPN。2019年現在、ネパール共産党と連立政権与党を担っている。ネパール連邦議会ではネパール会議派を呼び、ネパール共産党に次いで3番目に大きい政党。2020年8月23日、国家人民党ネパールと合併し、人民社会党ネパールを発足させた。ネパールナヤ党と、 ネパール連邦社会主義フォーラムが2019年5月に統合してできた政党。党首はかつて首相を務めたバーブラームバッタライ。また、ネパール連邦社会主義フォーラムは、マデシ人権フォーラムと、ネパール連邦社会党とカスサマベシ党が2015年6月に統合してできた政党であった。ネパールの連邦社会主義フォーラムの旗と選挙の シンボルを使用している。バブラム・バッタライ、党議長・ウポンドラ・ヤードゥブ、党の議長合併前に、連邦社会主義フォーラム、ネパールの中杉会で表現された、地方1、2及び5のに対し、ナヤシャクティ・パーティ、ー、ネパールの中で表現された、地方3及び 4? このリストは、両当事者の組み合わせ。ありがとうございます。